こんにちは、サラリーマンマです。今回は国産大型の禁止交換をしていきます。アンバランス血統のピューマの子たちですね。5月15日に1本目で、7月24日頃に2本目の禁止投入した子たちで、1本目は北斗系サイエンさんのおひらたけで、2本目は DDA の G0 に入ってもらっていました。だいたいね、2本目入れてから3ヶ月経過するので、3本目の禁止交換っていう感じでやってきます。今回交換する前に暴れてしまった子を交換した子たちいるんですが、その子たちはね、暴れてダイエットしちゃった感じで、2本目に交換した時と体重がほとんど変わってませんでした。今回の子たちはね、暴れてるっぽくはないんで、まあそういう子たちを選んでるんでね、少しでも増えてもらってたら嬉しいんですけど、果たしてどうなってるかっていう感じですね。1頭目の子出てきてくれました。結構ね、もう黄色くなってはいるんですよね。めっちゃ黄色い。一応元いた菌糸も、まあ菌糸のカスですね、出てきます。この子体重は 20g でした。前回 17.8g だったので 2g 成長してくれてますね。まあ、ここからあともう少し成長してくれればいいですが、まあ、70mm 台前半で浮かしてくれるのかなっていう感じですね。で、今回この子たち入ってもらう禁止は DDA の01になります。 G0 をね、続けて入ってもらおうかなと思ってたんですけど、寒くなってくるとね、うちの環境だと多分キノコ生えちゃうかなっていう感じで、キノコの生えにくい01でいこうと思います。でね、25g 超えない子は800ボトル、 25g 以上の子は1400ボトルでいきたいと思ってます。まあ、あとはね、ボトルの余り方次第っていう感じでありますね。はい。今回の子たちはアンバランス血統ピューマの子たちで、で、親のサイズなんですけど、4頭目の子以外は、オスが 74mm で、メスが 49mm ですね。で、4頭目のこの親は、オスが 80mm で、メス 49mm になります。でね、この 80mm の子が最終体重 25g で、この 80mm 出ているので、そこまでね、乗ってくれる子たちが出てくれると嬉しいですね。80mm の子より74mm の子の方が顎は太いので、アンバランス血統はね、顎のいかつさも最終的にどうなるかっていうのが楽しみにね、したいところですね。うちの環境はね、温度をすごい一定には保ててなくて、エアコン管理はしてるんですけど、家の作りとエアコンがね、古くて、ちょくちょく操作してもざっくり温度になるので、クワガタ飼育をね、始めたての方にはまあこんな感じでもね、これぐらいの飼育はできるのかなっていう参考になるかと思います。夏のね、気温が37度超えるような日は、冷房結構ガンガンにしても28度まで上がっちゃったりしてました。まあ、そのせいでね、結構黄色いのかなっていう感じですよね。オオクワガタの幼虫の形なんかいいんですよね。で、この2頭目の子、体重は 23.4g でした。で、前回ね、この子1頭目と一緒で 17.8g だったので、 6g 成長してくれましたね。で、今回のボトルでもう少しさらに成長してくれれば、まあ、親越え狙えるかもしれないですね。ちょっと期待したいなっていう感じです。でね、うちの環境なんですけど、温度の振れ幅がね、結構出てしまうので、キノコもちょっと生えやすかったりするのかなと思います。うちの環境だとね、まあ、G0 生えない方かなと思うんですけど、 G0 でもね、キノコ生えちゃったやつありますね。別の子型ギラファとかもやってるんですけど、北斗系サイエンさんのただの平竹も使ってるんですけど、そっちにはね、キノコ生えたことないので、まあそれもありかなとは思います。今回の作業とちょっと関係ないんですけど、ネブトクワガタをね、やってみたいなと思ってて、皆さん、ネブトクワガタ好きなやついます？
やっぱね、プラティオドンネブトがね、顎の形状めちゃくちゃかっこいいなとは思うんですけど、なんかおすすめのネブト、まあ飼育しやすいとかでも、皆さんの好きなネブトをちょっとコメント欄に残していただけると、今後のね、参考にさせていただければなと思うので、コメント欄に残していただけると嬉しいです。最近あんまり虫舎さんに行けてないので、近々ね、行っていろんな生態見たいなと思ってます。このボトルのこうイグイなのかな、なんか側面からあんまり食ってる感じ見えないんですけど、その場にとどまって結構食べてくれてたら嬉しいですね。なんかオオクワガタはイグイの方が大きいみたいな話ありますよね。あ、出てきたけど、なんかちょっとどうなんだろう、イグイなのか、移動してるっぽいですね。今回の子たちは3本全部禁止違うので、で同じ親でね、あの DDA の G0 を2本通して、で3本目は01みたいな子たちもいるので、羽化までにね、どういう差が出るのかっていうのは楽しみにしたいですね。でこの子は23.7g でした。で前回体重が 20g だったので、 3g ちょっと成長してくれてますね。25g 以下なんですけど、1400ボトル余りそうなので1400に入れていきます。4本目の子、この子だけ今回親が 80mm、 お宗谷 80mm のメスが 49mm で親が違いますね。 80mm の親なんで、まあ、ちょっと期待したいなーっていう感じではあります。この子もね、3頭目の子と一緒で、側面はあんまり茶色くなってないんで、もしかしたらイグイしてくれて大きくなってくれてるのかなっていう感じですね。平たくわがただと側面が茶色くなってって、こうぐるっと下から上に食っていってくれてる方が順調っていう感じはあるんですけど、オオクワガタはその場で食ってってるっていう方が大きくなりやすいっぽいですね。だいぶ今までの子たちの中で一番黄色い感じがしますね。4頭目の子 26.3g でした。結構大きくなってましたね。なんかすごい黄色かったんで不安だったんですけど、今回の中で一番でかいかもしれないです。前回体重 21.6g だったので、成長は 5g くらいですね。この子はね、親の体重超えてくれてるので、あとはね、無事にセミ化しないで羽化してくれればもう万々歳ですね。これであとしっかり幼虫期間取ってもらって羽化してくれれば80ミリ超えるのかなっていう感じです。オオクワガタ関連の動画ね、いろいろ出していて、産卵セット作成からいろんな期間を置いておいた割り出しまであるので、過去動画もね、見ていただけたら嬉しいです。採卵もね、キーワルの楽しいですし、禁止交換もオオクワガタの幼虫おとなしめですしね、ケツのでかい感じ、プリッと感もすごい好きなので、オオクワガタおすすめです。次はね、この禁止交換の後、このまま浮かしてくれればいいなと思ってます。これからゆっくり温度を下げていって、冬環境を越してもらって、春に無事に浮かしてくれればね、嬉しいんですよね。前回は体重乗った子たちは、漏れなくセミ化した子が多くて、孵化してね、3年経って幼虫のまま、そのままね、星になっちゃったっていう子が大きい子は多かったので、無事にね、とも浮かしてくれる子がいれば嬉しいです。
この子の体重は 27.6g でした。今回一番大きいかもしれないですね。前回 22g だったので5g 成長してくれてますね。動画外の子たちも含めて、この北斗系サイエンさんの禁止から始めた子たちの中で一番大きいかもしれないですね。今回ラストの子、前回体重が 23.7g だったので、まあ、ちょっとね期待したいなと思います。4頭目じゃないですね、5頭目、さっきの子がかなり大きく育ってたので、まあ、もしかしたらねさっきの子の方が大きいかもしれないんですけど、最後大きい子が出てきてくれたら嬉しいですね。この子の体重 25.2g でした。ちょっとね、すんごいちょっと成長してくれましたね。ただ 25g 超えて、親の体重超えてくれてるので、羽化楽しみですね。今回、こんな感じで終わりたいと思います。国産オコアガタは DDA の検視で通している子たちも、岡山県産の、ね、子たちもいて、産卵セットの上に食べ残し菌糸を入れていって、適当を飼育している子たちもいるので、それぞれのね、成長具合も動画にしていこうと思っております。なので、ね、もしよければチャンネル登録、高評価、またコメントしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。では、終わります。